つ時間忘れられるから好き。楽しくてね。今は地下だよ。地下アイドル的な。早いね、もう3枠目終わっちゃう。早いね。まあ今は誰も来てないけど、なんか人が来たら閲覧何人とかになってわかんない。でその人が帰っていったりすんねんけど、そしたら別の人が来たら 2分の1人っていう表示のされ方になるね。今月ちゃんのキャストも見てるから、音声ダブってるかもしれないけど、ごめんな。なんかみんなあの何アイドルのあのオタクがよく5本指で一回消したのライト。いや大した話してないし、言っちゃ悪いが。何BB かわいいよこれ。動画じゃあんまりわからんと思うけど、ものすごいちっちゃいよ。あー上上がっていった。何しろ難しいんだわ。早く食わせろという誰も来ねえじゃねえか俺のキャス。もっと人来いよ。酒が回ってきてるよ。これも録画で残すけどね、記念だからな。記念、人が生きたことを一応記念で残して、人はいつか滅亡するから、その記念さえもいつかなくなってしまうんだけど、それでも残す。なんで意味があるの。別に意味はないけど、なんとなく楽しいから。結局なんとなくなんとなくよ。こんなこと言うの誰も見てないから、こんなこと言ってもいいだろうと思ってね。わっとしんら、誰か来ないかな。疲れた。今日も長い時間起きてるな。オラーって聞こえたな今。親父はあんな人よ、怖いんだよ、めっちゃ怖いよ。俺は長い間屈してたけどね、つい最近やり返すことができたんだな。それはそれでかわいそうだけども、俺が本当の栄光をつかめた身にはしょうがないことよ。そうだろう、誰も見てないけど。ラモンズさんとか小雪とか月ちゃんさんとか、あの人とか丸間ちゃんさんとかチュライさんとかナウタさんとか来ないかな。閲覧一人、ああ帰ってった、すぐ帰ってたな。なんだこのキャスターって思ったんだろうな。顔見てすぐ帰るのよくないね。顔だけで人を判断してダメだな。顔はちょっと独特かもしれないが、はあ、美味しいね、ウイスキーのお湯割りは。はい、え、どうした？
ソしてたやろ。クソ。まだギリしてんねんな。なあ。なめろ。もちろんのこと言うな。ふざけんな。そんなうんこ食べて生きてはきたわけでもなかろうに。俺だって食べたことないで、うんこ。でもうんこの味知ってるやろ。いやお前、ほんまに知らんで。ちょっと苦いねんで。なんやねんそれ。やめてそんな話すんの。うんこってちょっと、なんかな。うんこってちょっと苦いねんで。でも俺ほんまにうんこ舐めたこともないし、ほんまに知らん。お父さん知ってんのかもしれんけど、知らんって言ってるだけやろ。そんな運命の話聞きたくないよ。運命って何やねん。知らんって言ってないじゃなくて、ほんまに知らんから。介護に勤めたけどほんまに知らんから。運命じゃなくて、運命じゃなくて運命やろ。何やそれ。運命。ああ、うん、すぐ服は今、うん、もうちょっと運舐めたからって偉くなるわけではないし、偉くなる、逆に愚かになるわけでもないよ。どっちもない。なんかうんこ舐めた AV 女優がおって、その人漫画描いてんねんや。名前忘れた。もっと長い時間洗えよ。ちゃちゃちゃ、まだ今洗ったわけじゃないよ。ちょっとここにある器をどけただけを汚いと思ってる。いいよ。よくないよ。ちょっと衛生観念考えな。俺がうんこを洗い流した水が器にかかるの汚い。絶対わかる。いいよ。よくないよ。よくないって。ちょっと考えてよ。昭和の人間はこれだから困る。昭和の人はなんだかんだ言ってちょっと不潔。平成から見たら味噌そうやからな。ほんまにそうやで。あのおばちゃんとか、あの京都のおばちゃんでも、どこのおばちゃんでもそう。あの渦政のおばちゃんでもちょっと不衛生なところがある。俺から見たらえっって引くところがたまにある。神経質すぎんねん。ちゃうちゃうちゃう。俺の文化よ。この平成の文化よ。このうんこを洗った手が食器にかかる、それってよくない。でもトルコでは今は知らんで、10年前はあの10年前はトルコではね、トイレのそばに水を入れた器が置いてある。それで水を捨てて手で便をっていう文化やった。10年前はな。今は知らんでっていうのをウィキペディアで俺は調べてみた。だからそういう文化圏もあるし、だからうんこがそんなどうってことはないんだけど、とにかく平成で日本で育った俺にとってはうんこは嫌です。舐めたこともないし。農業できへんで。できへんできへん。あ、そんな人のうんこの肥料とか無理無理無理。人糞やで。知らん知らん。無理無理で。無理できん。できません。平成の人に農業はできません。ロボットにやらせてください。人工知能にやらせてください。無理です。俺がやんの。あ、そう、やってください。別に手伝いって言うんやったら手伝いよ。俺そこは別にいいよ。あなたが手伝いって言うんやったら別にいいよ。うんこ舐めるぐらい大丈夫。うんこ出せ。うるさい。もう訳分からんことばっか言わんといて。訳分からんことないやろ。お前うんこ出すの得意やろ。そうやな。酔っ払ってな、俺2回うんこ出してる。1回は奄美で、あの応接までうんこ出してる。うん。あとはそれ知らんやろ、うん、あの1回一瞬言ったけどすぐに俺は隠した、うん、一瞬言ってんけどな、うんうん、それお母さんにお前ちゃんとしろって言われた。お母さんに。もう一回どこでやった。もう一回は俺普通に一人から始めてから、あの清田市で、うん、
一回焼酎を一人で飲みすぎて朝起きたら足にうんこついて、で最初はあれなんかイタチかなんかが入ってきてうんこしたんかなとか思って、そうじゃないな、よくよく考えたら俺しかやるやつおらへん、塔も閉まってるし、恐ろしいことやろ、記憶がない、帰ってくれってなるやろ、うん、そういうことよ、いやいや、まあまあまあ、まあ、みんな全員うんこするよ、生き物は全員うんこすんの。最近俺は考えてることは、匂いっていうのは物質が鼻を通って体に入ってる、うんこの匂いを嗅ぐってことはうんこが体に入ってる、そうそう、うんこの分子がな空中にバーって出てきて、それが鼻から入ってきて、それうんこのつぶつぶ、つぶつぶ分子やからつぶつぶやね、そうやな、うん、粒子、粒子な、うん、だからうんこのつぶつぶが鼻に入ってきて臭いわけよ、原子じゃない粒子や、おいビビー、結局、うんこやからどうってことはない、人間の食べたものが結局うんこに変化してるわけであって、だからもうそんなに神経質に考える必要も本当はないんだけど、トルコの人なんかうんこでうんこをあの水のついた手拭いてるわけだし、そんなに神経質に考えるわけでもないんだけど、俺の文化圏では、平成の日本の文化圏ではそれは気にするの、平成なら平でもしとけ、平成の人はね、男性もそうやけど女性もそんなになんか飲み会とかでも平成やんな、俺は介護の飲み会 2,3 回行ったけどな、みんな愉快やで、でもそんなに大っぴらに平したりせんわ、男性職員も平成ちゃうねんて、育ちが違うねんて、そんなに 肉体労働ばっかしてって過ごしてきたわけじゃないねん、40代の人でさえ若い頃遊んでたっていうもん、20代の頃は。ただ大学行ってバイトして飲んでたって、そういう文化圏やん。俺はちょっと波外れてるけどな、波外れてるというか、なんというか常識外れてるけど、とにかくそういう文化圏やから、だからうんこっていうのはやっぱり忌避するべき存在ではあるよ、臭くて汚いもん、これはお前のことだし、 BB お前のせいだぜ、こんなに指洗ってるの俺が今、どうしてくれる、ケツなんとかしよう、マジックリンで洗ってる、あ、かけるぞお前、お前にシュッてするぞ、こんなに可愛いのにな、うんこマンやで、うんこ爆弾マンやで、それは猫に対しても言えるし女性に対しても言えることよ、結局まあ、幻想を破壊するようで悪いけど、もう幻想なんかないよ、ほんまないな、うん、今でも抱いてるくせに、まあ、それがいいことよ、お母さんだけじゃないよ女性は、お母さんなんかもう年いってるしババアやもん、はっきり言って、だからなんなん、だからなんなんて、だから新しい家族を作ってもいいよってことを俺は言ってんねん、うん、そうやな、チャンスさえあればいい人さえおればね、うん、